もう外かけていいよ。そう、ビビンネでやんねえと膝がももにぶつかるからね。ちゃんと自分のあの肩を相手の胸にぶつけんだよ。そう、もっと思いっきりで何やってんだよ。足が出てねえよ、投げるつもりでいいっつったじゃん。お前下がっててどうすんだよ、カウンターで出るんだよ。その肩がこっち回りきる前にぶつかるんだよ。止めなきゃ、まずは一回止めなきゃ。出てくるのこんなプロレスみたいにできねえから、一回とにかくその突進を止めろ。ぶつかってねえだろ、おめえが出なかったら止められるわけねえだろ。そうで、その後に相手がもう一回押してくるところを二の足回すんだよ。で、二の足回して相手がビヨンってちょっと弱い力で来るから、一回止められてたから出ようとした力ではなくて相手が倒れちゃう力を利用する。もう一回戻って力を操作させんだよ、一回ドスンって。違うよ、飛び出なくてどうすんだ、体当たりすんだよ、ひなこも。そうで、その後相手が一回もう一回よろってなって前に出てくるところで引き出すの。足なんか出ねえよ。そう、下がってんだよ、体当たりかますんだよ、いつも一緒だよ。なんで足回しちゃん、こういう状態でいい、二の足残しといていい。すぐ下がっちゃダメだよ、ぶつかり返すんだよ、ひなか。その手も引っ張ってだよ、必ず。そう、大体、お、投げちゃダメじゃん。